はい、ということで今回は昨日のか分かんないけど前回の続き、はい、PUBG モバイル前回マガレツさんと一緒にやったということで、はい、今回はね公約行動で8以上をね、はい、目指して頑張っていきます。やりましょう。8以上を目指すって可愛いよねでも俺もスマホ版の荒野やったことないんでほとんど。ああね、あでもまあ、はい、PUBG のプロですから。いやいやいや、まあ、でも似てないゲームだから全然関係ないか。そうですね、全然関係ないよね。あれ、うん、そうですね、全然似てないもんね。うんうん、あ、じゃあマガレツ君を公認実況者にしましょう。俺がつけてる衣装のこの頭のスターあるじゃないですか、はい、これって公認実況者の子しか持ってない服なんですよねなるほど。で、これを貸すっていう機能が公約行動にはあるんです、はい、やべえ。これでマガレツ公約行動公認実況者就任決定ですよ。これで公認実況者スキンなんでもう言い逃れできないっすよ。言い逃れできねえわ、もう来ちゃったもんこれ。ねえ、でいいっすか今キングオブファイターズとコラボしてるんですよ。キングオブファイターズって僕は全然わかんないんですけど、おばさん結構やったことあるんですかこれ。全然やったことないから全然興味なかったなるほど。なんか俺が聞いたところによると エヴァコラボがどうだこうだってなってなかったでしょ。うん、でもなんか確定なのかどうかわかんないですよね。なんかあ、そうなんですか。うん、いやもうエヴァンゲリオンとコラボする前にパブジーとコラボしてほしいなどうなっちゃうのかなどうなっちゃうのか大丈夫かなゲーム内容は全く同じで、武器とかははいはいはい、マップだけ交換とか楽しそうじゃないか。まあ楽しそうっすね。偏差射撃とかその辺のも全部まんまお互いのゲームのままなんだけど、あーはいはいはい、あ、それはいいかもしれないですね。いいコラボだよ。いいコラボっすね。それこれもしかして一緒に降りるやつですか。あー、これ一緒に降りれます。このゲームのコンセプトは仲良、みんな仲良しなんで。なるほど。スキンのオリジナリティも結構あるんで、かっこいいっすよね。かっこいいっすね。足していいっすよ、パブジにも。あ、かわいいパラシュートも。でしょ？足していいっすよ。いや、パラシュートはまあありますね、もう。ああ。はい、もうそもそもむしろあの荒野より先にあったかなみたいな。記憶にないな。政治家みたいなこと言うんです。記憶にないな。自分はあのスマホ版しかやったことないんで、はい、ちょっと分かんないな。スマホのことしか分かんないんで。あー、なるほどですね。PC でやってるじゃないですかスマホだったら荒野行動の方が先にあったんで、ちょっと分かんないな、詳しいことは。どっちが先とかそういうのはどっちが先とかもいいんですよ。もういいんですよ、そういうのは。仲良くやりましょうと。そう、仲良くやりましょうと。前回の引き続きですからね。だからみんな仲良くしましょうっていう映像だから、これ。そう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 、お互い今ね、荒野行動公認実況者と PUBG 公認実況者が仲良くお互いのゲームを1回ずつやり合うっていう奇跡のコラボだから。確かに。そう、いやでもなんでそんなクソゲーとコラボすんのとか、はい、言っちゃダメ。そう、言っちゃダメ。言ってしまえばバトロワーはバトロワーでちょっとタイトルが違うぐらいだから。そう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 、もう BF と COD が争っていたように。あー、似てますね。確かに。そうそうそう、なんかあの同じジャンルってなぜか煽り合いたがるし、 PUBG と荒野なんかは特にそうじゃん。まあ、はいはいはい、そうですね。原因作ったのはどっちだっていう話なんですけどそこ言っちゃうんだ原因作ったのはどっちだっていう話なんだけれども、いやでもなんなら原因は訴えた方かと思うんですが、いやどうなんでしょうね。あの時訴えずに、ああなるほどっすねって言ってお互い丸く収めてればこんなことになってなかったわけだよおばさん、俺公認実況者の好きなくなってんだけど、いつの間に。どういうことこれ。え、どこ、いや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 、待って、あげる、うん、優しい。これが荒野行動の公認実況者か。荒野行動は譲り合いの精神だから、やっぱいいものはシェアしないと。確かに。ちなみに PUBG もバイクの好きに出たんですよ。ああ、あの金のやつ。そうっす、スカルなんちゃらみたいなやつだっけ。スカルバイクみたいに出たんですよね。出てたね。どうだったんですか評判は。評判はあのー、コメント欄めっちゃ荒れてましたけど。どんな風に荒れたんですか。荒野の慣れの果てってことです次のアンチが分かんないんで、その、はい、川挟んで今のところ島が3つある状態になっちゃってるんで、はい、はい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 、ちょっと地獄なんですよね、はい、これ本当だ。爆撃で死んだらマジ笑えないっすね笑えないっすね。これは俺 PUBG の公認だから当ててくるかもしれないですよ逆にメテオみたいに降ってきそうだな。てか初めてスマホ版の荒野行動でコラボ動画撮るのの相手が荒野行動の実況者じゃなくてマガレツくんっていうの草生えるね俺初だからね、スマホ版でコラボ動画撮るのが。マジっすか、うん、マジっすか。なんか申し訳ないな。全然違うゲームで、はい。
すいません、なんか。人たちみんななんか、なんで俺たちじゃないのってなってそう。いや、マジすいません、なんか。今まで PC だったからコラボできなかったのに、みたいな。ああ、そっか、そうですよね。そうそうです。あ、いますね。75岩上。75岩上。了解です。ドイツだ。東の方の今、木浦っすね。うん、中性してる。やばい。いやー、マジで。いやー、格差ツイン消しないで、お願い。どこだ、木の裏っすか。木の裏の方っす。あー、もうだいぶ上っすね。あー、マジっすか。どこだろう。あ、いた、上。ん、どれだ。あいつか。当たりますね。そうだね。ナイス。ダウンから活躍する。一人いる。うまーい。オーケー。さすが。敵あと5人っすよ。マジっすか。イギデー。イギデー。イギデー。めちゃめちゃイギデー。あ、来てる来てる。来てます。150から来るな。あ、1っすね。別動隊だこれ。あいつとやり合わせたいっすね、できれば。ナイス投げ物当たるか。お、うまい。左にアトラス1いました。右。あの木の裏バレてないっすよ、場所ワンちゃん。おっと、エリア右斜め前っすね。最初は道きついなこれ。あ、右。ちょっと当たってる。ちょっと当たってる。あの岩裏で今回復してるね。今裏いたね。いましたね。いるね。あー、うますぎない？うますぎ。どんばーい。マジかー。いやー、やっぱさすが PUBG モバイル公認実況者ですわ。いや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 、すいません、最後。いやー、俺もな、結構ダメージ与えたんだけどな。しかったなー。マガレツさん目線でどうすれば荒野行動と PUBG って仲良くなれると思いますか？難しい質問だな。加害者側から仲良くしようぜっていうのもおかしいじゃないですか。はい。加害者側って言っちゃってる。例え話ですね。はいはい、喧嘩した時に、例えば先に殴った側がごめんなさいっていうのは確かに先に手出した側ですけど、いいよ仲良くしようよ、今度一緒に遊ぼうっていうのはやっぱあくまで殴られた側が言うべきセリフじゃん。そうですね、確かにそれは間違いない。どうすれば果たして仲良くなれるのか。いやそもそもあれ、公共側に仲良くする気があるのか、甚だ疑問ですけど。ああ、でもそれはパブジにも言えるんじゃないですか。はい、じゃあ、やばい、大丈夫かな、これ。はい、終了。仲良くする気がそもそもなかった。終了。いや、わかんないけど、なかった。あ、じゃあちょっと荒野行動の機能でこれ一つ正直パブジにもらえるなら欲しいっていうのを選ぶとしたら何ですか。そうだな、俺今かぶってる荒野の公認実況者のこのスキンあるじゃないですか、はい、これいいっすよね。あ、パブ G は公認なんちゃらみたいなのないんですか。公認なんちゃらっていうのはあるんですけど、今出せんすよ。まあそれもそうですし、あとこう貸し合えるっていうのもいいなと思いますね、はいはい、逆に PUBG でこれ欲しいみたいなのあるんですか。もう全部もらったからな。ダメっしょ、言ったら公認がダメですよ、おばさん。パブ G から何か一つもらえるとしたら信用かな、ゲームとしての。ゲームとしての。え、別に荒野は別に信用なくはないんじゃないんですか。別にいや、もう荒野っていうだけで叩かれちゃうから。え、その叩く人ってなんで荒野って言ったら叩くんですかね。俺よくわかんないんですけど、いろいろ話題になっちゃったから。まあまあ、良くない意味でも話題になっちゃったから、悪い人は叩いてもいいみたいな人たちが多くて、その視点でどんなに俺たちが面白い動画上げようが、でも結局ゴミゲーやってんじゃん、はい、お前って言って発作的に怒ってくるんですよ俺らに。お前ってこれパブ G だったら動画見ようって思えるけど、荒野だからみんなやめるわ、マジつもったいねえってめっちゃ言われんの俺。だからなんか、もうゲーム自体のアンチが多すぎるから、ゲームのその信用が欲しいですね、 PUBG の。なるほど、怖いな怖いな。 PUBG 意外と平和だったんだな。じゃあみんな仲良くしような。仲良くしよう。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくと血色食らわなくなりますよ。あね、頭がない、血色食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。